皆様ごきげんよう、ひなぎくです。今日は肉の花正さんから株主優待のお肉が届きましたので、ちょっと皆さんと一緒に開けていきたいと思います。どんなお肉入ってんのかな。ココちゃんも食べれるようなん入ってるかな。開けてみよっか。じゃん、ジャパンミートさんの株主の優待商品です。ひなぎくの優待は2000円分のお肉やったと思うんですけど、結構大きい箱で届きました。早速中身を見てみたいと思います。こんな風に中身の内訳が書いてあります。2000円分のお肉だと、国産の胸肉が2キロ、あと沖縄流行豚バラ肉って読むのかな、この薄切りが 340g、 あと同じ沖縄流行豚の切り落としも 340g。 こんなにたくさんもらえるのすごくないですか。では早速中身、どんなお肉かな。じゃーん、すごっ、豚の切り落とし。なんかね、すごいしっかりとしたお肉です。めっちゃ嬉しい。こちらブラバブ、こちらは豚バラの薄切り肉。これもね、結構大きい薄切り肉。何に使おうかな。お好み焼きとかね、いいですね。あ、ここに書いてる硫化豚って読むみたいですね。沖縄県産硫化豚の薄切り肉です。おー、鶏の胸肉はこんな感じです。ひなぎくはいつも業務スーパーでもも肉こんな感じで買うんですけど、その胸肉バージョンですね。めっちゃいい、こんなんあるんですね。胸肉だったらココちゃんも蒸して一緒に食べられるので、ココちゃんもご相伴できますね。わ、嬉しいね、ココちゃん嬉しいね。兄と一緒に食べようねあ、嬉しい、美味しそうな匂いするね。美味しそうやな。よしよしよし。関西ではあまり肉の花正さん見かけなくて残念なんですけど、関東の方ではすごく人気だと聞いています。関西にももっと近くにもできると嬉しいなと思います。だってこんなにたくさん入って2000円分でしょ、すごくないですか。ね、これからも肉の花正さん、ジャパンミートさん応援したいなと思います、ね、また今度食べようね。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。